デミーヒップホップ担当の野良子です。今日のレッスンはこちら。それではアイソレーションを説明していきたいと思います。アイソレーションとは体の各部分を単独で動かす技術です。今日は首のアイソレーションの練習をしていきます。一緒にやってみましょう。それでは最初に顔を前に出してみてください。で、真ん中に戻す。また前に出す、戻す。ちょっと横向いてやってみます。セーブン、エイ、前、戻す、前、戻す。やりにくい人は胸に手を当ててみて、前に出す、戻す。ちょっと体を押さえるようなつもりで首だけが動くように練習してみてください。オンカウントで8個取ってみましょう。セーブン、エイ、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイ、シックス、セーブン、エイ。OK です。では今度は後ろに引くやり方ですね。真ん中から後ろに首を引いて戻す、引いて戻す。ちょっと横向きでやってみますね。セーブン、エイ、引く、戻す、引く、戻す。頭の後ろに壁があるようなイメージで、そこに頭の後ろの部分をぶつけていくようなつもりで首を引いてみてください。頭が前に倒れて起きるのではなくて、前にまっすぐでスライドして戻す、スライド、戻す。これの繰り返しです。では8カウント取ってみましょう。5、6、7、オンカウント、1、2、3、4、5、6、7、8。 OK です。では、横にスライドしていきましょう。横はちょっと難しいので何度も練習が必要かもしれません。では右から真ん中スタートで、7、8、1、2、3、4。このように顎がまっすぐになったままのラインを描いて横にスライドしていきます。ちょっと分かりにくい人は手を上にしてあげて、腕に耳がつくようなつもりでスライドしていってください。顔の向きがこのように横に触れないように、まっすぐ前を見たまま横にスライドしていきます。反対もやってみましょう。左、左、左、左。最初はちょっと顔の向きがずれやすいと思いますので、しっかり前を見たままずらしていってみてください。はい、それでは4つの方向をやってみたいと思います。前、横、後ろ、横ですね。右回りからやってみます。7、8、1、2、3、4。もう一度、前、横、後ろ、反対回り、せーの、前、左、左、後ろ、右。もう一度、1、2、3、4。では右回りで今の4つの方向のトップをつないで360度首を回してみたいと思います。セーブ、エイ、前から、ワン、ツー、横通った、後ろ、フォー、横通って回します。はい、そうですね。反対いきます。左回り、前、横、後ろ、横。もう一度、前、横、後ろで前に戻ってきます。はい、それでは音に合わせて首のアイソレーションでリズムを取っていきたいと思います。8カウントずつオンカウントで取りましょう。まずは前からです。5、6、7、8、1、2、3、4、5、5。後ろに引きます。8、1、2、3、4、5。次右です。1、2、3、4、5、6。4つの方向、前から、前、右、後ろ、左、前、右、後ろ、反対、前、左、後ろ、右、前、左。回していきます。右回し、1、2、3。もう一周、5、6。反対、8、1、2、3、4、5、6、7、8。はい、レッスンお疲れ様でした。
基礎はどのジャンルでもめちゃめちゃ大切なことで、基礎ができないと次のステップも全然できないので、まずは 1+1 の練習をしてください。プロのダンサーの方もいっぱい基礎練を今でもしているので、それぐらい基礎では大事なので、皆さんも、いっぱいいっぱい練習してください。基礎練がすごくすごく上手にできたら、形をいっぱいいっぱい崩して自分のかっこよさを追求してみてください。でもまずは基礎練をいっぱい練習してください。以上です。